この秋就航する予定のホーバークラフトがまた事故を起こしました。事故を起こしたのはホーバークラフトの2番船万里です。大分海上保安部によりますと、午後3時過ぎに乗組員から操縦訓練中に西大分発着場のスロープ側面に接触したと通報がありました。事故当時3人が乗っていましたが、けが人はいません。この事故で船体の右前方付近が破損したということです。大分空港と西大分を結ぶホーバークラフトはこの秋の就航を予定しています。訓練の過程でこれまでに大分空港の発着場でガードレールや柵に接触する事故を起こしています。今回で4度目の事故となりますが、西大分発着場では初めてです。海上保安部が事故原因を調べています。